はい、どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、ミヒトです。ちょっと出遅れていますが、チームデスマッチ、VMV を使ってやっていきたいと思いまーす。いいですね。右からは？くー！来てはいたか。いやー、ミクタさんがパーティーですね。まあ、これは、結構勝てるんじゃないでしょうか。なーにー？潜ったか。潜ってはいなかったか。さーて、これ敵さんのリスボンがどっちになったかよくわからない状況でございますが、こっちじゃないかな。大丈夫かな。どうなってる。なぜこっちも VMP やってるのに、なぜマキさんだ今のは。あかん、あれ帰るわ。んー、あかんやつ、あかんやつ、逃げましょう。こっちダメです、敵さんがいます。いやー、今のやばいわ。敵さん何使ってんの。クーダか、あれは辛いわ。クーダ強いですもんね、バランスが良くて。スナイパーライフルのクイックショットってほんとすごいですよね。できるようにはなりたいけども。後ろから撃たれてない。どこから。オッケー。いや、怖いなこれ。なぜフラッシュバン投げてしまったのか。よいしょ。なんで？なんで？こっちフラッシュバン投げてたよね。なんだんだその腰打ちは。なんで腰打ちで倒される。しかもこっちフラッシュバン使ってたのにな。まああるあるなんですけど、意外とね、フラッシュバンがね、役に立たないっていうことがね、ありましてね。オッケー。これは右側。危ない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 。味方さん、死んどるー。死んどるがな。ブレひどくね。ほんとブレがひどいのと僕のエイム力がないだけなのか、一体どっちなんだ。おおやすみ。どうだ敵さんよ、来るかい。来ない。後ろから、後ろから来そうな気がして、やならないんですが。 SR かー。くー、ここでか。ここで SR の人か。使え、辛いわ SR は。どうせここ来るんでしょ。こっち来てない、大丈夫。すーごい心配なんですけどね。ヘルストームが来るけど、ここ大丈夫だよね。ここ大丈夫だよね。たまーにね、このステージ、あの、真ん中あたりね、ダメージ食らって死んだりするんですよね。だからちょっと怖いんで、ね、今こっちでシラスさんのプシュって音が聞こえたような気がしたけど、そんな気がしただけだったようだ。これこっちいない？いないですね。どこだろう？オッケー。ヘイメーカー。ヘイメーカー強いよね。なんか弱いってよく言われるけど、強いよね。普通に強いと思うんですけどね、僕は。ん？ヒルだ。オッケーオッケー。いやー、どうなんだろう、強いのかな。僕強いと思うんですけどね、ショットガンは基本。まあ僕が使い慣れてないから、なんか変な感じになるだけで、基本ショットガン系は大体強い気がするんですけど。いや、僕のこれ味方の HXD でございますよ。おやすみなさい。ヘイメーカーの人ですね。ウィービル落ちてる。敵 UAV 発見。これ映りたくないけどな、映りたくないけど、壊す手段も持ってきてないもんな。どうする、どうする。
左側から来てるけどいない。うわ、味方さんか、びっくりした。敵かと思った。よいしょ、フラッシュバン、反応なし。オッケー、これ後ろから来そうで怖いな。大丈夫かな、ここら辺とかさ、結構来そうですよね。まあ来る気配ないですね、今回は。今回は来る気配ないですね。フラッシュバン投げてみるが反応はなし。敵さんをリスポーン地点に追い込んでる感じですかね。ただこれはなんで当たってないの。こっちからしたら当たってるように見えたけどな。当たってないんだ。おー、辛いですね。なかなか、ちょっと待って。フラッシュバン投げては見るが、反応あり。お、味方さんナイスです。おっと、味方さんあれですね、強いやつ。なんだっけ、嫌いなやつです、僕が。欲しいけど嫌いなやつ。なんだっけ、マーシャルだ、マーシャル。マーシャル辛いんですよ。いやー、なんか奇跡的に1キロはできた。ちょっとね、戦場がね、すっごいことになっててよくわかんないんだけど、こっちに、HXT、味方さんの、こっちはいないですよ、こっちないです。今ので気づいたらすごい。あ、気づいたのかな、すごい。テンペストには当たってないけど、どうしてやられた。あ、なるほどね。なるほど。別の場所に敵さんの部、なんか怖いぞ。味方さーん、おっと、これはオッケー。ん、何があった。よいしょ、ん、何があってる、大丈夫か。あー、ウォーマシーンを直に当てて来はりますか。なるほど、辛い。チリも残らないですからね。何、怖い。まだ生きてた、まだ生きてたか、あの人。やべえ、あの人無双してるわ。辛い、あの無双の仕方は辛い。フラッシュバン意味なし、敵いないし。敵いないし。味方さんナイスですけど、ちょっと一人やられてるかな。後ろ、この距離をなんでキルできないんだ。サプレッサーつけてるせいかな、やっぱり威力が下がってるのか。これはまずいな。敵、いや味方いるじゃん、なのになんでフラッシュバン投げた。どう来る、フラッシュバン反応はあったぞ。反応はあったけど、反応はあったけど、オッケーじゃなーい。なるほど、なるほど。いいポジションだと思ってたのにな。やーばいな、失敗ったな今回。なかなか辛かったな。VMP 結構使いやすいって聞くんですけどね、なんでだろう。やっぱりつけるべきアタッチメントっていうのがあって、僕はそれを装備してないからなのかな。やっぱクーザ強いわ。いやー、辛かった。なんか勢いのすっごい体だな。さて、今回は VMP を使ってチームデスマッチやっていきました。いやー、早く武器のレベルを上げたいと思い直しましたね。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。コメント、高評価、チャンネル登録お待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。